いや、でもあそこはもうヒーローでしかったわ。こよかった。マジヒー独ロ壇場だったー。わ。マジヒーロえ、でもちゃんー。とまあ。最後吹かせパンチで終わるからね。そう、そうそうそう。吹かせもちゃんと倒すから。ね。いやー、休めなげさん、見せ場バッチリやりましたね。ありました。よし。いやー、頼むよ。あ、そっかそっか。見せ場作ったからもう終わりみたいな。そう、もう変もう身変でき身ないできのなよ。いから。吹かせ。やるぜ。お、じゃあ、RPG カロリー消費するよね。めっちゃカロリー消費するよね。毎回聞こうかな。え、かばってほしいって。おい、かばってくれって言えよ。性格悪ー。S 切れてるーって思いながら見てた。テックス16が12に対して。だからね、かばってほしいの。え、避ける、避ける、避けるよかばってほしいね。ならかばってほしいって言ってくれないと。いや、多分なんか、避けたいんだろうなってなんか思ったから聞いああ、たんだよ。出てた？避けたい空気出てた？ すげそう、かばわれっぱなし嫌なんだろうなって思って。え。いや、でも守りますって言ってくれたしな、最初に。でも、あ、これ無駄にダメージ食らう方が絶対後々響くと思うけど。本当にそう。言うて回避6割だからね。結果的にでも無傷なのすごいわ。やばいよね。HP も3値も全然軽傷なのよ。転倒した相手に、相手ヘロヘロだから攻撃できてないし。そうね。あれ、言ってしまえば残り HP1 だったからね、あの時。と気力だけで勝ってる状態だった。じゃあ瀕死のところにパンチしてとどめさせちゃったのね。そう。うわーって。でも結構いいダメージ出たよね、確か。なんか6点か7点ぐらい出た。6点ぐらい出た。マーシャルアートなしのパンチの威力じゃない。ダメボが強い。この2人マジで戦闘面頼りになりすぎ。強ー。あ、そうだ、 1D3 プラス 1D4 で6出してるもん。いいよ。最大値一歩手前じゃないですか。いや、致命的失敗、拳2回やると思わなかったけどね。マーシャルアーツと拳で1回ずつ致命的失敗しましたね。あれ、まあで拳も、2回じゃなかったっけ？違うっけ？拳、拳2回だね。拳2回やってる。1回目はマーシャルアーツのあれで通用しないって分かったのと、拳失敗してその辺の机とかに足引っ掛けて転倒しちゃうっていう。大体ここまで来てのその生存者の体力の減り具合とかってどんな感じなんですか、大体。ここまではそんなには減ってない。大体まあでも、D3 がそうそうそうかばうから。だから巨大なあれの攻撃が D3 じゃない方に行って D3 がかばうとかしたら必中になっちゃうから、そこら辺で結構持ってかれたりするんだよね。20は待ってたからな。今回 D3 狙った上に外したから。外してるから割と余裕が感じます。余裕の余裕。いや、ここからだな。そうよね。あと何回戦闘があるかとかさ、そそうそうそう。の D3 あと1回しか使えないっていうのがね。さて、そろそろやります？はい。やりましょうかね。じゃあ CM 開けます。はーい。はーい。では、あなたたちは、不気味な鉄はしごを下まで降ります。下まで降り切ると、中は、何かを探して荒らし回ったような形跡が残っています。異形の足跡が血を踏んで床中に付着している。では、マップ出しますね。よいしょ。はい、こんな感じです。では、シーン始めましょう。そこ、倒れてる人いるけど、どうする？最後にする？最後にし最よう後にか。しようか。分かってきたな、ひとみさん。分かれてきた。できてる。だよ、なんかそんな気してた。あ多分りがとう。死ん察しでがくてる。助かるよ。そうだ多ね。分死んでるのかな？動かないしね。まあ、起こすのはちょっとやめといてあげよう。死ぬほど疲れてるんだ。よし。まあ、社畜だったのかな。そうどっからね。行きます？デスちょっクとかデな。スクの、まあ、デスク行きますか、椅子正じゃ面にある、あ。まあ、ちょっとデスクを行が。きますか、じゃあ。はい、デ行きましスクょう。は大きい円弧型のデスクです。デスクの上にはメモが1枚置かれている。
で、またこのデスクの袖というか、この横のところが机になってまして、左右両方机というか引き出しか。左右両方引き出しになってまして、どれもが半開きだったりとか、引き出しごと引き抜かれてとか、投げ捨てられてるとかみたいな荒らされた形跡があります。うんうん、じゃあこのデスク上側の飛び出てるのが引き出し。そう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 。で、机の上にある四角いのがメモですね。うんうん、まあメモとか引き出しかって感じですね、調べるポイントとしては。まあメモからでいいんじゃないか。メモ見てみようか。うん。ではメモを送ります。はい、メモ。このメモを読んでいるのは選ばれし戦士であるお前たちであることを願ってペンを走らせている。我々はこの時代の緊急性を勘違いしていた。蛇頭の人間もどきとか、少しばかりでかい気色悪い蛇とか、そんなものは序の口だ。奴らは使いに過ぎなかった。あれを絶対に陸地に上げてはならない。しかし、ざまあ見ろ。タブードライバーは完成している。お前らはこれを使ってこの未曾有の危機を乗り越えるんだ。それと、以上です。好きだな、途中で終わらせる。裏を見よう。びっしり聞くの好き。それと、はい、裏。もし貴様らが D3 ドライバーとかいうクズ鉄を見つけたら海に放り捨てるか破壊しろ。あんな舐めたおもちゃじゃ雑魚退治が関の山だ。自分一人を守っても人類滅亡なんて本末転倒もいいところだ。早乙女ひろし。博士やん。博士と書いてひろし。わしじゃよ。あれ違う人出てきたな。急にどうしたの？なんでもない。違う人格が乗り移っていたように見えたが。うん。あ、わかった、なんでもないんだね。わかった、もう聞かない。うん、ちょっとわかってきたな、扱いがな。うん、ちょっとそっとしておこう。うん。ありがとう、その方が助かるよ。まあそうこう言いながら引き出しも調べましょうか。そうだね。はい、では引き出しをごそごそします。引き出しを開けますと、筆記用具や書類、本などが雑多に入ってるんですが、一番下の大きい引き出しに、何という表現すればいいか、こう、複数の長方形の塊が、ビニールテープでぐるぐるに巻きにされて、で、小型の機械がそこにくっついてて、なんか赤とか黒とかのケーブルが接続されてるようなものが入ってます。ね。うん。まあ、深瀬さんは多分見たことがありますね。爆弾だ。爆弾か !C4 とかかな。お、よくわかりましたね。これはいわゆるプラスチック爆弾、C4 爆弾と呼ばれるものです。おぉ。あ、まあ、深瀬なら知識なくてもわかるんじゃないですかね。およそ10メートルの範囲を完全に吹っ飛ばすだろう威力があることがわかります。ものすごい威力のプラスチック爆弾。小型のスイッチも付属していて遠隔起動ができそうです。おぉ。ただ、ここ船内なので、ちょっと下手な場所で起爆したら、ちょっとやばいかも、うん、船が一部破壊するかもしんねえなとは思います。それぐらいの威力があります。それなんか見たことあるぞ、なんか漫画で。なんか粘土と時計がくっついたみたいな。そうだ、これを壁とかにくっつけたりもできて、まあ、対象のものを周囲もろとも破壊することができるぐらいの威力がある爆弾だな。プラスチック爆弾ってやつか。爆弾びっくりしてます。初めて見た、まあ、なんかこの取り扱いは非常に危険だから俺が持っておこう、うん、そうだね、私もちょっと下手には触らないでおく。クエリティックに入ってたように見えたけど、預かっとくか。それ押したら爆発するんじゃないの。そうだな、俺が吹き飛ぶ。ああ、じゃあ私が責任を持って君の命を預かろうか。いや、やっぱりこれ預かった。うん、分かった。でも深瀬さん持ってて大丈夫？そっか、変身したらさ。ああ、そうだな、ちゃんと使い方をしっかり綿密に教えてもらえれば、私は多分割と器用にこなせるぞ。うん、まあ、スイッチ押せば爆発するだけの簡単な代物ですよ。 D ドライブのことも考えて渡しておこうかな。わかった、慎重に持つ。うん、押しちゃダメだよ、絶対押しちゃダメだからね。え、それは振りか。ダメだよ。じゃあ俺一回セーブしてから押してみます。セーブって何、守るってこと、救助、
人生は一度きりだぞ。人生という名のロールプレイング。まあそんなこと言いながら、そう、絶対押しませんっていう感じで作業台を調べに行きます。はいはい、作業台、作業台、作業台には、作業台の上で立派なジェラルミンケースが1個置いてあります。鍵はかかってないみたいですね。カッパ開きます。パカ、もう開いてた。開きましょう。開けますと、緩衝材が入ってるんですけど、銃の形と弾丸の形にくり抜かれた緩衝材が入ってます。なんですが漢字の中身はありません。代わりに説明書と書かれた紙が1枚ペロッと入ってます。読みましょう、読みましょう。はい、では説明書。タブーが自分の仕事を終えるか、もしくは精神が崩壊してしまった時にこれを発砲して殺処分する。少なくとも気絶は狙える威力はある。化け物どもに撃つのも動きを止めることぐらいの効果は期待できるかもしれないって書いてありました。なんかあれだね、最後の方あれだね、なんかメビーみたいな、なんか曖昧表現で曖昧表現を重ねましたみたいな書かれ方してない？本当に効くのかどうかは分からない、ね。期待できるかもしれない、うん、期待とできるかもと知れないで3段階の曖昧表現かぶってるよ。うん、すごいな、曖昧表現が3段階に分かれているっていうのがひとみさんが言えるのがすごい。あ、だ、文字が読みにくいだけで、そっか、言葉はなんとなくは分かるから。なるほど、こうやって話もできるし。確かにな、スルスルとちゃんとテンポよく会話してくれる。うん、漢字がちょっと難しいぐらいで、うんうん、ところでこの緩衝材のくり抜かれたやつだが、一回その純白の拳銃を当てはめてみても、うん、いや、ぴったりはまりますね、うん、これか、この銃のことを指してるな。うん、うん、まあ肝心の弾丸なんだが、うん、そうだな、死体上部に転がっているこれかな。そうかもしれないな。他には何もないかな、はい、そうですね、この机にはもうないですね。死体に近寄ります、はい。死体はすでに冷たくなっている男性ですね。両手でナイフを握り込んで喉元に自ら突き立てています。今まで見た死体の中で一番出血量が多く、あたり一面全大量の血だまりができているでしょう。サンチェックは慣れの適用でなしで、おお。もう死体もそろそろ見慣れてきた。わあ、血がいっぱいだ。うん。一旦出せる情報は以上ですね。じゃあ、その上部に転がってるものを。うん、はい。では、大量の血だまりの中に一つ、小型の何かを見つけます。うん、血の海の中にポツンと転がってるそれを、深瀬が手に取り、まあ、袖かなんかで血を拭ってみますと、それは、はい。濃い緑に紅色でマークが刻まれている。間違いない、これがタブードライバーでしょう。手に持ってるだけでどこかおかんが走るような不気味さがあります。はい、まだ血がこびりついてますね。一応持っていっていいですか？持っていくのか？一応な。わかった。何かに情報として提供できるものなのかもしれない。無理、うん、加えておきますね。はい。ドライバーが2つになりました。やったね。嬉しい。どっちに変身しようかな。好きな方に変身できるよ。やった。やったね。じゃあ下今探ってみますか。探ります。早乙女ひろしかな。おいしいじゃよ。早乙女じゃよ。死体を調べる。何をしたい？所持品？所持品。所持品。所持品は、まあ、特にはないかな。じゃあ、ナイフ抜く。ナイフ抜く。なるほど。いいですよ。ちょっと待ってね。この遺体は、両手で握ってナイフを自分の首に突き刺してますんで、このナイフを引き抜くことはもちろんできるんですけど、まあ、その狂気じみた行動ができるぐらいあなたは正気がだいぶ飛んでるということで、判定が入りますね。あらー、それはね、それはそうよ。まあでももうナイフ持ってるか。非人道的な行為だからね。そっか、やめとくか。いや、もう入りますね。はい、入りますね。行きます。ブスあ
はい。バラ色のオーラが出ましたね。うわ、すげえ。うわ、でも3チェッククリティカル関係ないですよ。関係ないですね。はい。じゃあ1点減らしといてください。はい。もったいない使い方。はい。じゃあスメラギはナイフを手に入れました。まあ最初に拾った10得ナイフと同じような効果ですね。うん、それに加えて、そうですね、スメラギは気がつくんですけど、この遺体なんか口が膨らんでる、口の中になんか入ってるなってことがわかります。ほう。なんか、食ってない?吐き出させてみるか?吐き出させてみようか。吹かせパンチ!プン。はい。ではまずそのような凄惨な、遺体に凄惨な行為ができる狂気があなたを侵食しているということで3チェックが入りますね。はい。そりゃそうよ。そりゃそうよ。マイナス1かな。はい。じゃあ、いや、これは0ですね。あ、0でいいんだ。それは。じゃあ、そうですね。喉元にナイフ突き刺して死んでる遺体の顔面をぶん殴って口の中のものを吐き出させます。はい。ひどい。よくよく考えたらすごいことやってんだ。私も、てか、スメラギも、リュウジ君も、やばすぎるな。大概なんだよな。ちょっと後ろで三上さんドン引きしてるかもしれない。ドン引きしてる顔してるもん、はい、もう。では、ボトボトと血だまりの中に何かが落ちます。それは3発の純白の弾丸です。白い弾丸というのは普通の弾丸ではまずありえない色で、まあ何か特殊な弾頭なのかもしれませんね。見たこともない弾丸だ。ただ気をするものがあるのか。これジュラルミンケースのなんかあの弾丸のところにはまるかな。あー、はめてみようか。うん。ぴったりはまりますね。これじゃん。じゃあこの人のものだな。うん。またじゃあ口に戻して三上さん、この人たち何、おもむろに死体の喉からナイフ抜き取ったかと思ったら顔面パンチして落としたもの弾丸を拾ったかと思ったらまた口に戻そうとしてるんだけど、怖い。拾えます怖い怖い。はい、拾います。拾います。はい。これもう先に想定しておくことってできるんですか、うん、できますし、しておかないとリロードの手間がかかります。しておこう。うん。パチパチパチチャキン。いや、うまいこと入りました。よし、3発。ここにいるのは3人。お、よし、誰からいく？ロシアンルーレットみたいな感じのことをやろうとしてる。3発だから撃ったら死ぬけど。まあそんなことはさておき。うん。まあでも出るにしても、どうするんだこの後。うん、その銃は深瀬が持ってる。普通に廊下から下の階に降りたら次に行けるんじゃない？確かに。あ、下の階か。え？忘れていたのか。あるのは気づいてたけど。あ、びっくりした。じゃあ、下の階に行くか。行くか。はい。じゃあ、廊下に戻ります。廊下。普通に下の階があるんだよな。うん、なんか下へのなんか先が崩れていけないのかなって思って。あ、いや、あれは地図記号です。ああ。じゃあ、行きますよ。はい。行きましょう。はい。ではあなたたちは下への階段を降ります。ちょっと待ってね、描写を探してます。今描写を探している。どこだ。メインブリッジがあるの、階下に。うん、あった。はい。では階段をカツカツと降りてるところでイベントを挟みます。はいはい。ちょっと待ってね。これは用意してたっけな。してないな、特には。よし。イベントを挟みます。三上瞳の息が、上がっています。はぁ、あ。はぁ、あ。苦しい。はぁ、あ。といった感じですね。大丈夫か、瞳さん。額にはびっしりと汗をかいており、苦悶の表情を浮かべている。何かします？背中をさすりながら、はい、汗拭こうとします。うん。
ではそうですね、スメラギは気がつくことでしょう。三上ひとみのお腹が出会った時よりも明らかに大きくなっています。あ、ごめん、大丈夫、ちょっと苦しくて。そうか、あまり無理をしない方がいい。ん？あ、大丈夫、大丈夫だから、先進もう、脱出しないと、帰らないと。ちょっと、どうしようかな。冷や汗がだらだらと流れてますね。ちょっとだけ休まないかって言って、その辺に座らせます。うん。いや、大丈夫。大丈夫だよ。多分、休んでも変わらないから。それよりも早く次行こう。うん。ちょっとだけリュウジさんと話したいことがあるから、それまで少しだけでも休んでてくれないか？そう、わかった、うん。すぐだから。うん。なら、待ってるね。うん。って言って、じゃあ、廊下の階段の段差に座ります。うん、じゃあ、ちょっと、こそこそと。はい。リュウジさん。もう、わかってるよな。そう、いや、気づいたか？お腹。ああ口縄様。だな。確かに、思えば、妊娠の、その、つわりのような、ことはあった、うん。これは、どうする？どうするべきなんだ。うん。ただ、一度資料で読んだ口縄様と愚かな裏切り者、あれには口縄様を救う術なんて書いてなかった。うん。ひたすら繰り返し繰り返し破裂して子供も同じような運命をたどる、それしかできないということだよな。そうだな。母体は肉体ショックで死ぬというふうに書かれていた。今俺たちにできることがあるのか。もし何か救える方法があるなら全力で救いに行こう。そうだな。もしそれが厳しそうだった時は、考えたくはないが。そうだな。うん。万が一には備えておこう。そうだな。ちなみにその D3 に変身するか、まあ、タブードライバーに変身するかは、まあ、君に任せるが、両方その銃も今多分、リュウジさんが持っている状態だろ？そうだな。それはどうする？持ったままで大丈夫か？うん。もし D ドライブを使う機会が訪れたらその時は渡すよ。わかった。じゃあ、うん、あまり。それまでは。そうだな、うん。あまり長く話し合ってても、体調が悪くなる。余計心配させるだけだし。そうだな。戻ろうか。戻ろう。あ、お話終わった。うん、終わったよ。そう、なら、行こっか。行こう。みんなで帰るんだよね。うん。劇場見に行かないとね。うん。そうだな。はい。ではあなたたちは恐る恐る開花へと降りて行きます。波が船に打ち付ける音、エンジンの駆動音が先ほどより大きく聞こえ、雑音をかき消していく。開花には扉が複数あり、すべてにプレートが付いているため部屋名がわかります。じゃあマップ出します。ほい。はい、こんな感じです。うん。あ、何か気になることでもありますか？いや、まあ、この廊下は特に
まあサブブリッジか生態研究室行きたいかなみたいな。うん。そう、そうですか、そうか。まあそれならそれでいいですよ。はい。そうですね。まず生態研究室からかな。生態研究室行きます？はい。はい。はい。じゃあそこでちょっと入る前に、あなたたちが入ろうとしている後ろで三上が立ち止まってるのがわかります。あ、ごめんなさい。私、この部屋には入りたくないかな。あ、そうなのか？扉から見えるとこで待ってるから、行くなら二人で行ってきて。わかった。体調も良くないし、無理はするなよ。うん、ありがとう。ここで待ってるから。うん。座って待っていてくれ。すぐ呼ぶから。うん。うん。ありがとう。じゃあ二人で入りますか。はい。はい。はい。じゃあ生態研究室はこんな感じになってまして。ですね。扉のプレートには生態研究室と書いてある。生態研究室側は、モニター機器と本棚があるのみでして、でモニターの向こう側はガラス張りになってて、隣の部屋の様子が分かるようになっていますといった感じですね。まあこの下から入ってきたって感じです。はあ、ではシーン再開しましょうか。ここは向こう側の実験室と一応つながってはいるんだな。そうだな。ここで何かしらの生物の実験をしていた。なんだか儀式とかの、魔法陣みたいなものに見える な。これはあれだな、上の部屋で見た旗のやつだな。旗と同じ二重螺旋構造模様だな。うん。手枷か。手枷か。そういえば、うん、三上さんの腕も手首に赤い跡があったな。あったな。さあ、まあ入ってるのは生態研究室の方なんだから。そうだな。大きい本棚から見てみようか。そうしよう。はい、では本棚を調べます。まあ、大きな本棚に本がびっしりと入ってて、ジャンルや言語が多岐にわたっている。気になる資料を探すには、いつものあれが必要です。さあ、図書かるか。図書かろうか。いつもの図書かりタイム。サブカルみたいに言うな。図書かろう。よいしょ。よいしょ。ダメだ。オッケー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 。ここね、ここで失敗されたらね、ちょっとね、頭抱えました。よし。ちょっと考えすぎて、もう、三上のこと考えすぎて、頭が。気もそぞろ。ではですね、成功した、とりあえず深瀬だけが見つけるかな。はい。12月度実験報告書というものを見つけます。10から11月度は上の部屋で見つけましたね。うん、その今月分って感じですね。見ます？見ましょう。とりあえず一人で見ます？二人で見ます？一旦一人で見てもいいですか？いいですよ。情報を送ります。12月度実験報告書。睡眠妨害実験。蛇川研究員、蛇田研究員によれば、アンノーンの苦しむ姿こそ口縄様への思考の献上物だという。我々はアンノーンを直立状態のまま固定し、定期的に電気ショックを与え睡眠時間を与えなかった。5日目から嘔吐、気絶を繰り返し衰弱状態に陥る。再生能力確認実験。飽きたので、次はどのくらいの自己治癒能力があるかを確認する。まずは指を1本ずつ揉いでいく。なんと緩やかではあるが再生されることが確認されたため、今度は腕足と続けていく。痛みはあるらしく悲鳴を上げているようだが、防音ガラスなので何も聞こえないし、どうでもいい。採血。人類を救い進化させるのは口縄様だという。今こそこの場にかの神を呼び寄せるとき。将来の儀式にはアンノーンの血が必要だ。その血を使って門を描く。彼らは赤色が見えないようだから、私が代わりに行おう。蛇山、蛇島、蛇川、蛇田、蛇下、蛇谷、蛇橋、蛇の、蛇宮、様々な助言感謝する。といった内容でした。生々しい精査の記録を読んだあなたは3チェックが入りますね。3チェックは、得意分野です。やだな、その得意分野。怖い、現象なし。
強い。さて、で、図書館に成功したので、追加で左と1枚メモが落ちます。あ、なんだこれは。戦隊研究室のメモ。蛇に関する種族は例外なく、口縄様の体の一つであるという。口縄様の体が極度に損傷した場合、半径100メートル以内にいる蛇種族の精神の体を乗っ取り、その命をつなぎ続ける。羨ましい話だ。といった内容のメモがありました。なるほど。体の一つ。半径100メートル以内。やべ、メモ情報欄じゃなくてメインタブに貼っちゃった。情報にもう一回貼ります。はい、しょ、はい。まあこの情報は深瀬からまあことづてでちょっと雰囲気和らげて、うん、どれどこ無理じゃねえ、和らげようなくね。まあ、産地チェック入らないように。まあそうね、いろんな、まあ、実験の詳細まで話さなければ嫌な気分になるぐらいで済むでしょう、うん、まあこういう実験してたよと。そうか。まあ一番気になるところは、うん、一番最後に見つけたメモなんだが、うん、口縄様の体の一つである、それはヘビの種族例外なく同一であるっていう書き方なんだが、うん、これは要約すると口縄様を殺したとしても、途中でその子供が生まれる前に殺したとしても、他のヘビの体を乗っ取って自らを口縄様として命をつなぎ続けることができる。ちょっとこれはキーパーからなんですけど、はい、多分ゆずきさんは、呪いのこと、口縄様を混同してんじゃないかなと思いまして。口縄様は呪いの子に呪いをかけてる存在。うん、呪いの子が腹破裂して死ぬ一族が呪いの子。うん、だから呪われちゃってる。口縄様が呪いの子を呪ってるから、うん、呪いの子はそんな状況になってるよって話ね。ああ、じゃあ。そうだね。うん、ひとみさんはそう呪われてる種族、一族になってしまっているから、それを倒す、うん、口の浅を倒すことでしか解放してあげられないんだけども、あ、そうかそうか、そういうことね、うん、その口の浅がそのヘビ、その乗っ取ったやつを殺したとしても他のヘビに乗り移っちゃうから、うん、そっか、じゃああれか、ひとみさんあくまでも呪われてるっていう。呪われてるね。口縄様がこう腫れ、お腹膨らむっていうわけじゃないと。うん、オッケー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 、ありがとうございます。ここはちょっと大事なところだったんで、そうですね、あんまプレイヤーの考察に口出すのってあれなんですけど、うんうん、でもなんか泥沼に入りそうな気がした。そうそうそう、なんかう、うん、勘違いしてそうだったから、うん、アンノーン、アンノーンであり呪われてるってことはどういうことこれ？なんじゃないのか、将来の儀式には。アンノーンの血が必要だ。いやー、この文様は、うん、まあガラスだから見えるんですけど、めちゃくちゃでかいですね。うん、いや、三上さんの血で描いたのかな。まあまだ調べてないところもあるから、うん、そうね、そうだな。操作パネル見ようか。見よう。はい、では操作パネルを見てみます。操作パネル、操作パネル、ちょっと待ってね。どこ行った？あった。パソコンのような機器なんですが、本体が大きく損傷しており、モニターは砂嵐が映っています。電気修理もしくは機械修理を行うとなんかなるかもしれません。あ、ない。この時に工具箱を持ってる場合は判定にボーナスがあるんですけど、工具箱なんてないですよね。工具箱持ってきてますね。持ってきてるの。はい、
ということで、まあ、両方初期値の場合は、機械修理にプラス30入って 50% になりますね、初期値の場合は。二人とも判定はできます。はい。じゃあ CCB50 で振っていいですか？そうですね。はい。成功するかな？しないかな？イコール。よーし！ナイス！オッケー。じゃあ振る必要ないか？そうですね。もう治っちゃったしね。ではですね、フカセがちぎれた配線を一つ一つつなぎ直し、応急修理をすると、ノイズ混じりですが、モニターに映像が映ります。それは、奥の部屋に設置されていた監視カメラの映像です。映像を再生すると、そこに映ってるのは、信じられない光景でした。歪んだ文様の中央に、蛇、いや、竜に近い姿をした大型の生物が映っている。中にいた人間一人を両手で掴み、引きちぎっては口に運んでいく。その体に遮られてはっきりとは見えないが、部屋の奥に手枷につながれた華奢な体の女性の姿も見えている。力なくうなだれており顔までは見えません。竜のようなこの生物は食事を終えると大きな拳を握り込んで鉄製の扉をひと叩きする。すると扉はいとも簡単に破壊された。映像はそこで途切れてしまい、再び砂嵐に戻ってしまいました。おぞましい何かを見てしまったあなたたちは3チェック。なんだこれは。結構、誰か突然振ってないか。よいしょ。あ、これは、ただ書いただけでした。現象はゼロ。なんだなんだこいつら。反比強すぎるぞ。どういうことだ。ただのドラマか。そっか。なんか、今の状況と、今の状況とよく似た映画があるもんだなぁ。そんなわけないだろ。リアルだったけどか、これ、うん。リアルすぎるわ。いやそういうこともあるもんだな。まあ、なくはないかもしれないな。人生何起こるかなんてわからないしな。そうだな。うん。おせやな。こいつら現実逃避がうまいな。うーん、まあ、ここで調べられるものもこれぐらいか。まあそうですね、奥の部屋の様子もガラスだから、まあ見えるっちゃ見えますよ。あ、じゃあバケツ、ぶっちゃけ実験室側って大した情報ないんで。確かに。うーん、こっち側からちゃちゃっと見てもいいですよ。じゃあバケツ見ます。バケツは、中身は真っ赤に染まっていますが、すでに血は乾いてる様子です。ただまあそれがバケツ一杯の血だったんだろうなってことは、まあ確実にわかるでしょうね。うんうん。あと、まあ、手枷かな。うん。はい。では、目星を。はい。おぉ。目星ぜ！見えるぜ！見えたぜ！ダメだ。ああ。マジか。ああ、なんも見えないっす。ああ、なんか、こう言って近づいてみたらもう一回見えるんじゃないですかね。そっか、もう一回見に行くか。ね、なんか、あれ、よくわからないな。チャンスある。うん、まあ、こっち遠かったから。なあれ。はい、じゃあ監視カメラは、まあカメラはカメラで、うん、まあ、紋章も上にあった旗のと同じ紋章だなっていうぐらいです。じゃあ部屋を後に。そうだな、はい、手枷分かんなかったから後で見に行こうな。ちゃんと見よう。やっぱ近くで見なきゃな。そうだな。はい、じゃあ廊下に、廊下、はい、廊下に出ました。ひとみさんはちゃんといます？あ、いますよ。あ、おかえり。どうだった？うん、なんか異様な空間だった。やっぱりいいや。あ、言っちゃった。やっぱ言わなくてもいいや。わかった。うん。詳しくは言わないでおこう。うん、そうだね。次はどうする？そうだな。実験室だけチラ見しに行ってもいいし。そう。ですね、先見に行くか。はい、あ、ちゃちゃっと。分かった。じゃあ待ってるね。うん、すぐ終わらせてくるよ。はい、じゃあ目を振りましょう。はい、手枷見るぞ。まあ、近いしプラス10ぐらい上げてもいいですよ。よし、これでも失敗したら知らん。いや、プラス10までもらってね、失敗するはずないんですよ。ないですから。オッケーオッケーオッケー。ないんですよ。じゃあ振らなくていいかな。はい、じゃあスメラギはわかるんですけど、うん、まずこの手錠鉄でできてるんですが、ぶっ壊されてることがわかります。あら、まあ、またスメラギはその手枷のある壁の近くに何か
見つけます。こういうものですね。くわー、なんか出た、なんか出たけど助けて、つらいか。リュウジさん、どうした？これ見てみてください。デカ製鉄でできてるんですけど、めちゃめちゃ壊れてます。ああ、ものすごく力があったってことか。パキャって言ったのかな。まあ、なんか外から引きちぎったみたいな感じに見えますね。なるほど、外から。まあ、つながれてる人がフンってやったわけじゃなくてって感じ、うん、まあ誰かに壊されたんじゃないですかね、これはね。なるほど。あとはこっちです。これを見てもらえると助かるんだが。助けて、辛い。うん。状況から察するに、この手枷にはめられていた何者かのメッセージだろうな。うん、私はどうしてもひとみさんなんじゃないかと思ってしまうが。あ、俺も一応濁らせてはみたが、うん、三上さん以外いないんじゃないか。そうだな。ということは、おそらく、実験報告書などにも上がっているアンノーンは、うん、三上さんなんだろうな。うん。だから入りたくないんだろうな、この部屋に。思い出してしまう。ということか。そうだと思う。まあ、そんなところか。あまり不安にさせるのも良くないな。戻るか。そうだな。急ごう。足跡は別に見れない。見てもあんまないですよね、何も。なんだろう、なんかあんのかな。あと足跡。あ、まあ、特には。なんかバカでかいな。バカでかいな。よし、手よ。なんだこれは。廊下で調べることができた。あ、なるほど。あなたたちの手よりも何倍も大きくて、まあ、実験室からメインブリッジに向かっているって感じですね。うんうんうん、あ、ちなみにここの扉、実験室の扉なんですけど、鉄製なんですけど、いや、もう見るも無残です。おー。多分、あれなのかな。A の。ぐしゃぐしゃ。ところと一緒の破壊され方。いや、あんなやわなもんじゃないです。A の扉はこう何回もぶつかってやっと壊したじゃないですか。あ、う、あ、ん。じゃあもう一撃でぐしゃぐしゃよ。ああ。やば。出ます。では廊下へと戻ります。うん、あ、おかえり。ただいま。うん。じゃあそうだな。サブブリッジに行こうか。そうだね。そっちは私もついていくよ。うん。よろ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 とついていきます。ちょっと肩支えようかな。うん。ああ、ありがとう。つめなぎさんは優しいね。当然のことをしてるだけだよ。うん。そう？そうなら、当然と思えるから優しいんだよ。やっぱり褒め上手だな。そうかな。そんなことを初めて言われた。よしよし、しながら。はい。では、サブブリッジへと入ります。サブブリッジ、はい。この部屋の扉も鉄製の頑丈な扉なんですが、ボコボコにへこんでひしゃげてぶっ壊されてます。うん、では、シーン始めましょうか。どこか気になるとこあります？ここで操縦できるのか。そっか。なんか、椅子がなんか、その辺に傾いて置いてあるかな。変なところにあるよ。そうだな。どこに目ついてんだ。認識阻害入ってないか。椅子の位置が異常だ。そうだ、気になるな。気になっちゃうから戻したくなるな、これはな。まあ、戻してもいいですよ。火事の前でよいしょって、ちょっとべちゃってなりました。ああ。はい、どっから行きます？小モニター。そうですね。はい。はい、小モニター。はい、船に関するいくつかの情報が多数映し出されている中で、一つだけ、あなたたちが見ても分かる情報がありました。まあ、基本的には船の操縦なんて詳しくないでしょうから分かんないんですけど、一、うんうん、個だけ分かる情報。小さい頃に親父に教わってる。親父に教わってる。親父はこの規模の船多分操縦してないんで分かんないですね。
まあ、パッと見でわかる情報が映し出される画面、映し出されている画面がありまして、はい、それはこの船の進路を示しているマップです。画面には自動運転中と表記されています。この船の現在地から予定航路が描かれており、その終着点はどこかの陸地となっています。マップは拡大も縮小もできないために、どこの陸地か判別するためには知識のロールが必要でしょう。知識だ、知識披露してやるぜ。まあ私は物知りだから何でも知ってます。よいしょ、よい、じゃあお二人ともわかりますね。この予定地、予定港は北海道です。北海道。そして、現在この船はその近海を、あれですね、進んでいますね。なんで、まあ海に飛び込んで脱出するっていうのはまあ絶望的だなって思います。うんうん、今12月なんで、一番最初にそう描写しましたけど、現在12月なので。12月の北海道の海に飛び込んで泳いで脱出はまあ無理だろうなって思いました。さすがに厳しいな。まあ死にますね。うん。とりあえずそんな感じ。北海道に向かっているみたいだな。北海道みたいだな。うん。そうなんだ。なんでだろう。って考えてもわからないのかな。でもまあなんか一応陸に向かってるならなんとかなるのかな。そうだな。そうなのか。うん、それは海の真ん中で止まってるよりはなんとかなるんじゃないかな。どうだろう。まあ脱出する可能性は高くなってきたな。うん、そうだな。そうだね。少し希望が見えてきた。じゃあ、火事調べますか。はい。火事を調べてみますと、どれだけ力を入れてもびくともしないことがわかります。まあ、先ほど見た画面で自動操作中みたいな感じに書いてあったんで、おそらくはそこの辺でロックがかかってるんだろうなって思います。うんうん、まあ、そっか、自動操作中って書いてあったな。うん、じゃあモニター一回眺めて、うん、はい、大きなモニター、船の外の様子をカメラが映しているのでしょうか。船の甲板と海が見えています。外は濃い黒と灰色の雲に覆われており、カメラ越しにも雨粒がはっきり見えるほど雨が激しく降っている。時々雷まで落ちている様子も見えます。波は荒々しく乱高下している。では目星。これ成功しない方がいいんじゃないのかい。いやーちょっと目がかすむな。うわー見えちゃった。目も見えちゃった。目がっぴらけ、よく見てみよう。目も OK。 では成功したお二人はこの船の進行方向にわずかですが陸地が見えてきているのがわかります。陸地には電気の光が点々と漏れている様子もわかるでしょう。もうすぐで上陸するということか。そういうことですね。ただ今この船の状態で上陸させるわけにはいかないと思う。そうだな、うん、何か止める手立てがあればいいんだがな。少なくともサブブリッジにはなさそうですね。そうですね。あるとしたらメインかなって感じ。メイン、まあ、あったとしてもサブブリッジには腕しかないと。そうだな。そうだね。あとサブブリッジにあるものといえば腕ぐらいですね。そうですね。落ちてる、うん、ちぎれた腕しかないが、うん、まあサブブリッジにはあってもおかしくないか。そっか。ええ。いやまあ腕ならさっきもう拾って認証させたしな。見てるしな。いや軽く上げましょう。はい、腕見ますか。はいはい。まあ、この部屋に入って嫌が多でも身につくのはこの腕でしょう。どのようなことが起きればそんな姿になるのか、片腕だけがゴロリと転がっています。よく見ると、その手には小型の機械を握っていることもわかるでしょう。その機械はボイスレコーダーのようです。サンチェックはもう慣れの適用でないです。もう腕ぐらいでサンチ減れませんよ。はい。ボイスレコーダー、再生できそうですか？
できそうですよ。再生しようかな。しますか。はい。では再生すると息を切らしてひどく錯乱している男性の声が再生されます。はあ、ここまで逃げてくれば大丈夫だ。はあ、はあ、丸月丸日15時34分。私は今まで何をしていたんだ。あんな蛇のようなものが我々の仲間なわけがないのに、奇妙な儀式を手伝わされてとんでもないものを。ここで何か鉄を叩くような音が入る。おい、おいおい、嘘だろ。あんなに分厚い鉄の扉だぞ。早く、早くこの船を止めなければ、あんなものが日本に上陸したら。何かが弾け飛ぶような音、低いダミ声。ぐちゃり、ぐしゃり、ぐしゃぐしゃ、ぐちゃぐちゃ。以上です。産地チェックが入ります。うん。まあ、当然だな。お、初めて3チェックした。初めて失敗。まあ3チェックファンブルないんで、クリティカルないので一緒で。え、では2人とも 1D4 点の検証ですね。はい。焦らす。よぉ。3チェックでよかった。よかった。最大1点ぐらいと減った。そっか。そっか。はい。いや、なんかこう肉声が入ってるのは思ってるビビったのかもしれないですね。さすがにちょっと真に迫ってたから現実味が現実味かな。うん、三上さんもビクッとしてます、うんうん、多分リュウジの声にビビりましたねプラスアルファでリュウジさんがビビってる。これ本当にすごいヤバいことなんじゃ3、1、1違ったでしょいや強靭だな、メンタルが強靭だな。成功しても1点減少だから成功と変わんないんだよな。あれあれれれ、あーびっくりしたあ、そうなんだ、2人でもびっくりすることってあるんだね。さすがに何が音はびっくりするな。なんかボイスレコーダーが喋り出したから。え、うん、そこボイスレコーダーだよ、ボイスだよついびっくりしちまってな、うん、そうなんだ、2人ってこう何が起きても、あ、これゲームで見た、あ、これ劇で見たっていう人だと思ってたから。まあ知らないこともあるさこれは知らなかったんだね。うん、さすがにあんなに迫真に迫った芝居はうちの劇団でもなかなか見れたもんじゃないあ、芝居じゃないんじゃないかな。あ、そっか、芝居じゃないのかこれゲームじゃなかったのか今あ、違うと思うよ。現実だ、諦めろ。今流行りのバーチャルリアリティかと。唯一怪我してるのあなただよね。うん、そうだったえ、じゃあ、あ、そっか、結局ボイスレコーダーか。うん、ボイスレコーダーですね。じゃあ出てもいいのかな。そうですね。廊下に戻りますか。はい。はい。はい。では廊下に戻ってきました。さあ、あともう行くとこないな。また上行くか。そっか。そこ、そう行くしかないのかな。あ、あ、苦しそう。あ、階段もう登れなさそうだな。階段そうだよ。登るのはダメだな。となると、あと行くところあるか。とりあえず突き当たりまで行ってみるかそうだな、行ってた。ジラジラしいにもほどがあるだろお前らもう現実逃避じゃん、どう見ても現実を見ろ。さすがにもう死ぬほど行ってられないな。行ってられないな、うん、諦めよう。メインブリッジに行くか。行く前に、うん、この手のやつ調べていいですか。あ、まあさっき言ったような情報だけですね、うん、クソでけえ、クソでけえ。じゃあ行きましょう。その前に所持品の確認等をしたいですね。はい。ああ。ベルトとか拳銃とか誰が持っていくかですね。うん。まあ言ってしまえばこの先に入るともう後戻りはできないと直感が告げてるんで。うん。あなたたちの直感が。なるほど。ベルト、所持品、拳銃。まあベルトと拳銃だね主には、うん。ベルトはリュウジさんかな。あとナイフか。うん、ナイフは私かな。ナイフ一本ずつ。うん。まあでもまあそうだね。一応あげといて、うん、D3 になった時はまあ使えないけど。そうだね。溶けた時のことを考えよう。
そうだね。あとそうだな、いや銃がな、そう銃がね、怖いけど50なんですよ。まあ言ってしまえばこれはシステム上の説明なんで言ってしまうんですけど、エクトルフシアント RPG はゼロ距離射撃というルールがありまして、まあ簡単に言えばめちゃくちゃ至近距離で撃ったら命中判定が2倍になるよってことです。なるほど、はは、渡します。はい、もらいます。はい、近距離銃弾は込めてある。はい、まあリロードの仕方も伝えて、リロードはいらんだろう、もう全部入ってるよ。入ってるか、打ち切ったら終わりだよ。そうか、であるか。 C4 は、あ、それもあったね、ゆきちゃんが持ってる。うん、C4 も持ってる、うん、手裏剣そんなところか。ナイフと C4 と拳銃とベルトだしね、うんうん、ですね、うん、任された、任せた、うん、準備はよろしい。その前にトイレに行きたいです、うん、一旦 CM 入ります。もうちょっと待ってもらっていいですか。待ちます。あ、じゃあ、はい、ではあなたたちが準備ができたなと思ったあたりで、三上の様子は再び、そうですね、おかしいことに気がつくでしょう。三上のお腹がですね、通常の妊婦であればとっくに生まれていておかしくないほど大きく異常に膨れ上がっています。あ、やだ、死にたくない、死にたくないよ、そしてやだ、苦しい、なんで、なんで私ばっかりみたいなことを上言のように虚空に向かってつぶやき続けてます。三上さん、あ、やだやだ、死にたくない、痛い、辛い、やだ、痛い。大丈夫、大丈夫、殺させない、死にたくない、死にたくない、帰る、一緒に駅行くんだから、まだ死なない、死にたくない、うん、みたいな感じですね。あなたたちは彼女に残された時間はそう長くないとそう感じることでしょう。一緒に帰ろうな。帰る、一緒に帰る、うん、帰って劇見て、うまいもん食べような。うん、食べたいもの考えとくんだぞ。そう、そうだね。そうだね、いっぱい美味しいもの食べてみたいな。なんなら私が作ってやってもいいぞ。そうだね、私美味しいものって何かよくわかんないからその方がいいかも。うん、任せろ。では向かいますか。はい、行きましょう。はい、ではあなたたちは意を決してメインブリッジに足を踏み入れます。そこでは二つの人影が戦闘を繰り広げていました。では CM に入ります。なんだってなんだとうわーなー、あThank you.